第4部始まります。いやー、もう喋りたい欲がもう、とどめきばらべりぼろんって感じなんですね。とどめき泳ぐ。とどめきとどまらない。いや、なやそれ。まあ、とどろいてますよ。はい。いやー、まあね。<laughs> つまらない YouTuber。ちょっとリストに書いていこう。まだ、今のところつまらない YouTuber。めっちゃいるよ。ぶっちゃけ。 でもやりたいことを俺はやりたいんだよな。自分喋ることが好きだから喋る。まあ好きな YouTuber についてはまず語るかな。嫌いな YouTuber と言いましたけど、やっぱり好きな YouTuber について語りたい、僕は。うん。ね。まあ、好きな YouTuber は、えー、こういち TV。TV、えーっと。 o h t v タックで、えー、シガレット。いや、あんまりその、日の目を見てない人から上げていきます。シガレット。ガレット。俺が必ず見るって人誰かなんで、ヒカルさんも見るでしょやっぱ。めっちゃ有名どころ来たな。ヒカルさん。ラファエルさん。いや、俺、英語できねえ。ローマ字全然書けない。<laughs> バカだ。 いやーラファエルさんでしょで、ピンキーさん。キーさん。つまらなくなってきた YouTuber。でも、やっぱりその、面白いってみんなが言うと、俺も面白いって思っちゃうなんか、ところはあるけど、でもそれは違うんだな。やっぱり。つまんないものはつまらない。あっ、夕闇って言ったっけな。夕闇う、闇み。えー。あ東海オンエア動画あげてる。 東海オンエアですね。えー、今日の動画、神経勝負。路面電車が遅すぎるから自転車で勝てる気がする。あー、これ。ね。勝てるでしょ。意外にギリギリじゃない方来たな。なんかね。うん。歩いてる人はよくいるから、電車、自転車で。勝てるでしょ、自転車なら。4分前で4760。 ま、t イオンエア。アンエアにしとこう。で、アルヨニアルヨニですね。アルヨニすら、寿司ラーメンリクです。じゃ、今日何時間になるかな。すら、えーっと、えー、タイガーキット、タイ、タキ。 タキッド、タキッド、えー、ヘキトラ。うん。はい、まあ、こんな感じかな。まあ、チャンネル登録欄に、あ、メグイン TV もな、半分メグイン TV で、半メグにしとくわ。 うん、そんな面白いと思うとき少ないからな。よし。じゃあ。安定的に面白い人ね。入ってない人いっぱいいると思います。はい。えー、っとね。あー、で、セイキンさんも意外に好きかな。うん、いや、でもな、面白い YouTuber に入らないわ。上から順に行ってきますわ。高ウ TV の良さ。 っていうのを話していきます。高一 TV さんっていうのは、まあ、一人コント系 YouTuber と呼ばれるもので、まあ、よく言われるバインの長いバージョンと言われますけど、それとはちょっと違う。一人コントのシュールというところ。まあ、一人コントと言いつつもね、まあ、何人で構成されてるかっていうのは、まあ、これが正式メンバーか知らませんけど、孔一さん、えニ、ー、谷さん、二階堂さん、渡孔さんみたいな。 小田人さんもね、多分入ってるでしょ。高一ファミリーに。高一ファミリーに、あと、ほかなさんとか、いろんな人が入ってる。あと、アバンティーズのエイジくんもなんか、エイジさんですよね。すいません、ちょ、ほんと。エイジさんも、慣れ慣れしいよな。会ったこともないのに、エイジくんとか言って。お前はファンか、な。 い,いや、その、千鳥のノブさんみたいなツッコミするの、寒気がするんでやめてもらえますかその、あのー、千鳥のノブさんみたいな、あの、あの、面白いツッコミはあなたにはできません。すごく寒いです。っていうね。あの、コメントが飛んできそう。ね。猛言がすごいぞ。で、まあ、こういう b さん、まあ、一人コントで、シュールだと。面白い。でもね、その、演技力があるってわけじゃないんですよ。演技力が、ありよりのなしですね。 なしよりのありかもしれない。なしよりのなしではないんですよ。ないけどあるわけでもないけど。ある。ないけどある。あんま大根なんですけど、面白い魅力のある演技をするんですよ。高一さんの演技っていうのは。面白って思うような演技をしてくれるのが高市 TV さんですね。だからその演技が上手いわけじゃないんですよ。だからすごい。どっちかっつうと下手。でも、あ、なんか、 ちょっと違うなって独特の雰囲気を持った演技の仕方をするっていうか特殊な演技でもないけど魅力を持った人なんですよね、高 o h i t v さんっていうのは。で、まあやる発想がぶっ飛んでると。はい。その動画も面白い。ね。その奇想天外な、まあ予測不可能なあるあるを飛んでくるのがやっぱり面白いっていところで高 o t v さんですかね。 でレディオタック TV さん。やっぱりこの人もどちらかというと、ものもすけと思いがちですけど、モノモすケじゃないんですよ。まあ、主に取り上げてることっていうのはね、最近だと都市伝説とか、怖い話、にちゃんとか、あとは炎上事件だね。炎上事件だけど、ツイッターで無許可リツイート女さんとか、ちょっとコアな部分っていうかね、YouTuber のことについてはあんまり触れない。 一くくりにしてくくるっていうことが多いと思います。で、何が面白いかってったらそのなんか、親父ギャグがすごいんですよね。親父ギャグが。親父ギャグが YouTuber にはない、若い YouTuber にはない親父ギャグがすごい。グ <laughs> すって笑っちゃうよな。親父ギャグが入ってくるってで。普通に見やすい編集と。うん。でも面白いって。魅力はそういうところかな。 うん、だからちょっとコアな部分ですよ。ネットの2チャンネルとかそういうものを話題にしてくる人って。あんまいないじゃないですか、YouTube でコアな話題を出す人って。コアなね、宗教的な人気があるいろんな、まあ、名前は伏せさせてもらいますが、そういう者たちに対しての付け込んでくる感じがいいんじゃないかな、と思います。ていうのはすごいコナミ感ですよね。はい。え、好感じゃないだろう。中並感くらいじゃない 中波み感。で、次はメーサー、明細シガレットさんですね。明、ま、細、あ、シガレットさんがよくやるのは、なぁ、すごいあの、TikTok ネタで、あのー、バズった人ですね。メザシガレットさんっ昔なんかね、やってたらしいんですよ、バインで。名前忘れちゃいましたけど。えぇ、ー、やっぱ、面白いですね。全裸ネタ。全裸でおままごととか。ねじゃ、ちょっと、ど、な、まあ、全裸でおままごとか、 迷彩ってやるだけで出ますよ。ほら、迷彩シガレット。えー、全裸で噛み知ればいいとか。で、論理的に一番面白いダジャレとか、すごいですね。まあ、し下れた多めですよね。ふふ。で、家に殴らがいるドッキリっていう、ね、もう、癖の塊ような動画。